どうも、愛知です。今、西日本の豪雨によってですね、ものすごい被害が広がっております。今、自分が撮影している時のネット情報だと、亡くなられた方が126名、行方不明者が79人と、どんどん連日ね、被害の状況がはっきりしてきて、どんどん、亡くなられた方とか増えている状況になってます。で、自分はですね、今回、募金のこと、あとは、ボランティアのことですね。過去にいろいろあったので、それをちょっと話していきたいなと思って動画を撮っております。で、まず、ボランティアの方から行きましょうかね。今は被害がまだ広がっている段階なので、なかなかボランティアに関しても、こういろんな情報がね、ネットで錯綜してますけど、正式にね、ボランティアが行ける、受付が始まって、で、行くこともあるかと思います。で、自分は3年前の、茨城県の鬼怒川という川が氾濫した時にですね、自分そこの、群馬に住んでるのもあってですね、ボランティアに参加させてもらいました。で、その時も川が氾濫したので、今回ほどの被害ではなかったですけど、でもね、数名の方が亡くなられて、で、床上浸水ですね、家の1階部分が全部浸水してみたいな状況があったので、その地域に行って、泥を出したりとか、荷物を運び出したりとか、整理したりとかっていうのをさせてもらったんですが、正直、人生もちろん初だったんですよ、その時が。で、正直な感想を言うと、で、自分が行った地域は、その被害に遭った地域の中でもちょっと、被害が軽い方の地域だったんですね。だったんですけど、やっぱりこう、映像で、テレビとか、ネットで見る、たくさん目にしてたんですけど、もう、現実を目の前にした時には、やっぱり言葉を失いますよね。もうなんか想像を絶するというか、っていう状況でした。で、まずボランティア、これからね、自分のユーザーの子でもボランティアに行こうと思ってますなんて方も数名いらっしゃったので、これからね、そういうふうに思う方とか、行かれる方とか、まだ身近な方、ご家族が参加する方もいると思います。で、その時にぜひ、自分が言えることでもないんですけど、ただ一応経験したことがある身として、いろんなレクチャーをされるんです、その現地で。こういうことを配慮してくださいとか、こういうことは気をつけてください、いろいろあるんですけど、今回も川の氾濫がね、一応、原因というか、一個大きな要因だったので、まず、絶対服装を気をつけること。ちょっとネットのね、ツイッターとかで回ってた映像とかに、結構ボランティアがわかんないですけど、ただ現地の方でね、服がなかったっていうこともあるかもしれないんですけど、結構半ズボンで活動されてたりとか、するんですよね。で、川の氾濫っていうのは、すごい感染症が起きやすいんで、絶対長袖長ズボン必須なんですよ。ちゃんとした長靴、しっかりした足元でキュッて縛ってできるような、すごい暑い中、自分も9月かなんかに、9月だっけなに行ったんですごい暑かったんですけど、それでも長袖長ズボンでタオルをちゃんと巻いて、その二次被害というか、それが起こらないように。自分自身の被害が起こるのもそうですけど、それで迷惑かけてしまってもしょうがないので、そういうところに配慮する。で、もう一個はですね、その現地で活動してるとき、やっぱり現地で被害に遭われた方、自分も、ある家何軒か家に行かせてもらって、そこのね、床の下にこう潜って泥を出したりとか、床の上のさ、やっぱり水に浸ってしまったものを外に出したりとか、もう使えないんでね、そういったのをやらせてもらったんですけど、その家の方とかともお話できるわけですよ。で、その時に、やっぱり、当たり前ですよ。当たり前なんですけど、もう最新の配慮をする。被害に遭われた方が一番苦しいんで、で、これなんでこの話をしてるかっていうと、その時もたくさんの方がボランティア参加してました。多分、受付段階でも何百人っていう方がその場所に、ちゃんとした、ボランティアだったんで、あったんですけど、で、注意の時に言われるんですよ。当然なことですけど、現地で写真を撮らないでくださいとか、ある当たり前ですよね。撮ってツイッターで流すって絶対やっちゃいけないし。でも、いるんですよ、それやるやつが。いたの。あとは、知り合い同士、自分もね、知り合い、知人に誘ってもらったの、知人と行きましたけど、知人で参加してくださってる方がいて、でも、ぺちゃくちゃ、もう笑いながら活動してるんですよ。まだ、現地の方を励ますために、いろいろこう、お話を聞いて、現地の方を笑顔にするために話してるなら、まだしも。で、そういうことがある。で、結局、それっていうのは、絶対ダメじゃないですか。なので、もちろんね、そういう方だけじゃないし、そんなもうかなり特殊例だとは思ってるんですけど、もしね、これからボランティアに参加される方、参加しようと思ってる方がいらっしゃったら、その辺の配慮をしていただいて、参加してもらえたらなと思います。自分もね、ほんと、このあれですけど、いけたらと思うんですけどね。はい。で、もう一個がですね、その募金です。昨日、ヒカキンさんがね、動画上げてましたけど、自分もですね、先にもうね、募金はしてあったので、
で、結構、その、最近だと、まあ、熊本地震とか、あと台湾の地震もそうですね。ああいった時には一応決まった額を、もう、募金するって決めていて、まあ、今回もさせてもらったんですが、で、割と昔から募金を結構するタイプというか、するようにしてて、例えば、国境なき医師団っていう NGO があるんですね。世界的に活動されてる NGO があるんですけど、そこには、もう毎年決まった額、まあなんか申請書書いて、毎年もう決まった額が自動に口座から落ちるように募金できるようにしてたりとか、そういうのもしてたりするんですけど。で、その募金に関してなんですね。で、言いたいことは、まあ、今回もね、一応今回の概要欄とかにも貼っときますけど、その Yahoo でね、基金ができたので、そこで募金しませんかっていうことが言いたいんです。言いたいんですけど、かつてですね、まあ、募金っていうものに対して結構ま、社に構えてる方もいらっしゃると思います。で、まあ、その気持ちがわからないでもないんです。いろんな募金って歌った詐欺はあるのは事実だし、そういった情報が出てくるから、結局自分が募金したってどこで使われてるかわからないじゃないですか。実際目に見えないわけだし、自分が物を買って届けてれば絶対そのね、物が届いてるってわかりますけど、そうじゃない。でも、そこを疑ったらしょうがないと思うんですよ。自分ですね、かつて、その、台湾地震とかで募金した時に、まあ自分、まあ金額のもあれですけど、毎年毎回10万円募金するようにしてて、今回とかも。で、その、してて、それをまあ、知人と話した時に、その知人は募金がすごい嫌いな知人で、で、まあ、話を聞いたらわかるんです、確かに。わかるんですけど、その、無駄金っていう表現をするんですよ、募金のことを。で、それはちげえだろうと思うんですね。結局、その、さっき言ったように、詐欺とか、まあ、その知人はね、その詐欺のことをすごい言ってて、だから、結局ね、っていう、ほんとそう言うんですけど、でも、確かにじゃあもう自分が今回10万募金させてもらって、それがうまく使われない可能性もあるかもしれない。可能性としてはゼロではないと思ってますけど、でも、行動しなかったら何も変わんないじゃないですか。そう。さっき言いましたけど、一番ね、苦しいのは当然被災された方。で、自分は募金するよりも現地でボランティアする方が、まあ、価値があるっていうことは失礼ですけど、直接的に手助けはできるとは思ってる。でもそれが今できる状況ではないので、まあ、募金っていう手段しかできなくって、それが歯がゆいなと思うこともあるんですけど、でもやっぱりお金で復旧作業が進んだりとか、現地で物をね、被災された方に届けることはできると思ってるので、もしかしたらね、これを見てくださってる皆様の中に、その、募金イコール無駄金っていうか、そんなんやっても意味ねえじゃんとか、思う方いるかもしれない。で、あとは、まあ、今回自分がね、みんなに言いたいのは、今回 Yahoo のね、まあ、ヒカキンさんも Yahoo の使ってましたけど、まあ、今回それを紹介させてもらって、まあ、紹介とか、概要欄に載っけさせてもらってるんですが、まあ、Yahoo アカウントとクレジットカードの情報が必要になります。で、Yahoo アカウント、まあ、みんなはね、やっぱ持ってない方も多いと思います。まあ、持っててもクレジットカードがまずできないですよね。なので、結構、まあ、自分の体感ですけど、みんなの、その学生の保護者層、お父さんお母さんのどっちかは Yahoo アカウント持ってることが多いんですよ。自分の体感ですけど。で、クレカは、クレジットカードは基本的にどっちか持ってます。持ってると思う。なので、もし、みんなが、今回その Yahoo 基金は100円から募金ができます。100円からできるので、財布の中に入ってる100円でもいいから、この100円持って、お父さんお母さんどっちかに、その Yahoo アカウント持ってないって、クレジットカード持ってるって確認して、この100円さ、渡すからさ、募金してくんないって。いうのをしてもらえたらなっていうのが個人的な思い。それは募金は共有することじゃないんですよ。絶対違うとは思うんですけど。でも、結構、その話昨日ね、そのいろんな方がちょっとメールのやり取りがあって、募金の仕方がわからないって、学生たちわかんないですよね。クレジットカードとか言ってもできないし。なので、そういったことで今回まあクレカのね、Yahoo が使えてるから、そう、その金額持ってお父さんお母さんに渡してやってもらったら、ね、ちょっと間接的にはなるけど、でもそれが募金になる。で、たった100円とか、たった200円って表現する方もたまにいらっしゃるんだけど、そうじゃないと思うんですよ。かなりこういうことはちょっと間違ってるんですが、自分の好きな言葉に塵も積もれば山となるって言葉がある。もちろん、みんなの僕は塵じゃないよ。絶対それは間違った表現なんだけど。でも、ちっちゃいものが積み重なったら大きなものになっていく。例えば、100円の募金を1万人がしたら100万円なんですよ。10万人がしたら1000万になる。そう。100円だけどね。そう、だから、一人一人の行動とか意識によって、大きな力に、大きなマンパワーに変わっていくと思ってます。なので、まあね、まあ結局強要しちゃってるんで、なんかあべこべなことになってますけど、もし、この動画見てね、ちょっと、あ、確かに、そのね、100円をお父さんお母さん渡せばできるかもって。まあ、お父さんお母さんがね、Yahoo アカウント持ってなかったらさ、作んなきゃいけないんで手間がかかってしまうんですけど、でも、そう、あとはもうお父さんお母さんがさ、募金なんてっていう方もいらっしゃると思うんだよ、実際。いらっしゃると思うんだけど、でも私の100円だからやってよって。うん、そこは押し切ってほしい。
って思います。まあみんなのその行動がね、実際にそのお父さんお母さんでシャットアウトされちゃうこともあるかもしれないし、物理的にできないことになるかもしれないけど、でもみんなが100円を募金しようと思ったその気持ちのは何かに繋がると思ってるし。なので、もしよかったら、ぜひ。してもらえたらと思います。はい。で、まあ自分はですね、まあその、ちょっとその被害に遭った状況を見たときに、いろいろあったこと考えてて、で、自分は勉強動画を撮ってる人間なんで、直接的にこう、こういうとき、やっぱり気持ちが沈んでるときには、やっぱり楽しい動画がいいと思うんですよ、実際。ですけど、あの、東日本大震災のときも、熊本地震のときもそうだったんですが、その数ヶ月とか、まあ時期が経って、まあ熊本、東日本大震災のときは、動画投稿始めた頃とほぼ同じだったので、かなり経った後、2年ぐらい経った後だったですけど、でも、こう、後で、こうメールをいただいて、実はそのやっぱり、復旧しても、学校がすぐに始まんなかったりとか、なかなか勉強が進まなかったりとか、被災してる時に勉強止まりますよね。で、その止まった時期の勉強、自分は教科書一応全部鳴らして撮ってあるから、そこを、ハイさんの動画で勉強できたんですとかっていうのをたくさん学生からいただいたりとか、あとは先生から、学校の先生からもいただいて、あの、巡り巡って、きっと役に立てると思ってますので、あの、すぐにね、なんかこう、本当に直接的に何もできなくて、申し訳ない気持ちはすごくあるんですけど、こう、勉強動画、やっぱりね、変わらずで、真摯に一歩一歩取って、で、まあ、こう今ね、被災して苦しい状況にある方もいるかもしれないんですけど、やっぱりいずれね、生活が戻って、時に、まあ、勉強でね、やっぱり遅れてしまって、こう、なんだろ、焦ってしまう時とかもあると思うので、その時に、こう、勉強っていうところで力になれるように、これからも頑張っていきます。はい。ということで、で、最後にですね、なりますけど、今回、まず被災された皆様の、あの、一日でも早く、日常生活というか、前の生活に戻れることを心より願っております。そして、今回の、被害で亡くなられた皆様の、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。